CD-ROM2 とは、1988年12月4日に、日本電気ホームエレクトロニクスより発売された、PC エンジン用の周辺機器及びシステム、それを用いたゲームソフトのプラットフォームの故障。欧米市場では、ターボグラフィックス CD の商品名で発売された。なお CD-ROM-ROM と書くのは間違いで、CD-ROM に自乗した形で書く。家庭用ゲーム機としては、 世界初となる広角ドライブを搭載し CD-ROM をゲームソフトとして採用したプラットフォーム。CD-ROM2 及びスーパー CD-ROM2 の普及により PC エンジンのソフト供給は CD-ROM へ移行していくことになる。PC エンジン本体背面に拡張バスを持つ機種に直接接続が可能だが PC エンジンスーパーグラフィックスのみ形状の問題から 接続アダプタラウマイナス30が必須。CD-ROM は当時のコンシューマーゲームで主流だったロムカセットと比べると以下の違いがある。長所短所発売当初の CD プレイヤーは音響機器扱いで物品税がかけられていた。そのため課税される CD-ROM ユニットと非課税のインターフェースユニットが別売だった。1989年4月より消費税が導入され、 一律で税金がかかるようになり、一パッケージでのセット売りに変更された。CD-ROM プレイヤーとインターフェースユニットが同梱して、発売された際に CD-ROM プレイヤーは型番を削除された。なお型番の最後に A が付けられたものは、CD アクセスエラー対策として内部基板などへのアース処理が強化されている。1987年10月1日インテックス。 大阪で開催された87エレクトロニックスショーでプロトタイプとなる PC エンジン用 CD-ROM ユニットが初出品される。この時出品された CD-ROM ユニットは本体が青色で CD-ROM ドライブとインターフェースユニットは一体化されており PC エンジンはフロント右側に開けられたベイに挿入する形状だった。CD-ROM ドライブはキャディカートリージを使用した。 フロントローディングが採用されていた。デモ用のソフトとしては、第2公演殺人事件という画面がスチル写真のアドベンチャーゲームが使用されていた。本体同時発売ソフトは、ファイティングストリートとノーリコーの2作品。ストリートファイターの家庭用初移植となるファイティングストリートが目玉となったものの、非常に高価なシステムがゆえに当初はほとんど普及しなかった。 その後、1989年6月発売の天外魔境ジリアを皮切りに、同年12月発売のイースアイ2、1990年3月発売のスーパーダライアスなど、ビッグタイトルを連ねることで、CD-ROM2 の持つポテンシャルが認知され、ゲーム機に高額を投資できるマニア層をメインに普及していった。成熟期には、ハカードと CD-ROM2 で、 同一タイトルをリリースし、CD-ROM2 版は付加価値をつけて内容を豪華にする差別化も見られた。CD-ROM2 はメモリを増強することによって2回のメジャーバージョンアップを実施している。1.5メガビットの SRM を追加したプラットフォーム。本機にスーパーシステムカードを追加するか、専用のハードを使用することで対応できる。 スーパー CD-ROM2 に2 6 m b ットの D-RAM を追加したプラットフォーム。本機にアーケードカードプロを追加する等の方法で対応できる。バージョンアップでのみ対応する規格であり、専用のハードは存在しない。CD-ROM ドライブインターフェースユニットシステムカードアーケードカードプロ対応ソフトウェアには、いわゆるコピーガードは一切かけられていない。 これは発売当時、一般向け記録型 CD-ROM ドライブが登場すらしておらず、CD-ROM の複製自体が不可能であったためである。c d r o m に用ソフトのトラック1には以下の警告メッセージが記録されている。メーカーの NEC ホームエレクトロニクスが準備したと推測される女性の声による標準メッセージが多く使われた。 また、ソフトごとにゲーム登場キャラによる CD ドラマ形式による警告メッセージが採用されている例もある。ちなみに、スーパー CD ロム以降、有名な声優による音声演出を売りにしたキャラクターゲームが主流になりつつあったためなのか、後期以降のタイトルはこちらのパターンを用いるのが主流となり、逆に標準メッセージを用いるタイトルは少数派となった。 CD-ROM に用ソフトウェアの NEC、ホームエレクトロニクスへのマスターデータの納品は長らく磁気テープで行われていた。これは CD-ROM に発売当時 CD、R ドライブ登場の端回期に当たっていたためである。ありがとうございます。